違いすんなよお前。お前みたいな差別主義者はな、大阪にはいらない。誰が差別主義者だよ。お前だよ。民族を一括りにして喋るなっつってんだ。どうなるんだ。どうなる。抵抗しろ。答えろよ。お前らや差別主義者は。終わり。それでは、施設管理権。生活保護の問題どうだ。施設管理権は大阪市長にありますから。はい。今回終了させていただきます。橋本徹は言っていることが正しいのではなく、反論すると激しく罵倒されるので、誰も反論しなくなり、そのゆえにその見識に不相応な影響力を持ってしまっただけです。橋本を指揮者のように生やすのはいい加減やめましょう。